今日、この大会で使わせてもらいます。借りました。それでは皆さんおはようございます。第9回チャレンジカップ、開催することができました。大変多くの協賛者の皆様、そしてメーカーの皆様、参加者の皆様、ありがとうございます。なんと第9回ということで9年、まあ、コロナの関係で2回飛んでるんで、本当だったら11回だったんですが、今年で9回目となりました。で、今までヘラブナの方を、チャレンジカップで放流していて、第9回目で合計980キロかなのヘラブナの方をこの大会で放流できています。チャレンジカップは清掃活動と魚の放流活動といった釣り場の活性化につながればと思う大会なので、皆さんその辺の趣旨のご理解の上参加していただければなと思いますので、よろしくお願いします。ゴミの方も毎回あのトラック1.5トンじゃな、軽トラ 1.5 台分のゴミの方が集まっていて、とても釣り場の方、釣り人が来たら釣り場がきれいになるっていった感じが周りの方にも伝わればいいかなと思って、清掃活動の方も実施しています。で、今回ですね、参加者の方が73名の方いらっしゃいまして、今までで、2番目に多い、1回目がねちょっと多かった2番目に多い大会となりました。で、僕も、釣り始めて地元堺なんですけど、堺で、釣りしていて、近くの釣り場がだん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 なくなっていって、管理池の数でいうと半分ぐらいに減っていくような、このヘラブナ業界の今の現状なんですけど、まあ、1日のちょっとちっちゃな、ね、活動かもしれませんが、これがあの釣り場の活性に少しでもつながって、つながればと思います。やっぱ釣り場がないと新しい釣り人も増えないと思いますので、皆様、その辺の方ご理解いただければなと思いますので、よろしくお願いします。そしたら、今回ですね、協賛者代表で家高光くんがマルキューの方に今年就職しまして、ちょっと協賛者代表で大会のことについてちょっと、一言もらえたらと思いますので、よろしくお願いします。チャレンジカップの参加者の皆様、おはようございます。今年度からマルキューに入社した家高と申します。今回協賛者代表として挨拶させていただき、誠に恐縮です。会社として、私個人としましても、釣り場が盛り上がる活動はとても非常にありがたい活動と思っております。良い釣り場は釣り人を増やすためにも必要不可欠だと私自身も思っております。私自身大好きなヘラブナ釣りがこれからももっと盛り上がっていけたらなと思っておりますので、こういう活動はありがたいですありがたいと思います。参加者の皆様、運営者の皆様に感謝いたします。本日も一日よろしくお願いします。まず室尾ダムの状況説明させていただきます。もう今年梅雨時期は雨が少なくて、どうなることやなと思ってたら、梅雨が明けてから夏雨が降ったりやんだりあるけど、ここに来て盆過ぎくらいからゲリラ豪雨。それではゴミ清掃活動の方なんですけど、毎回 1.5 トンでしたね、ゴミ集まってるね、はい、集まってるんですけれども、今回も皆様の方、受付の方でゴミ袋の方2枚渡させていただきました。それでは行きます。1番目行く方、安西さん。行ってきます。はい、じゃあ2番行きます。2番、あ、これ室尾町友会の方ですかね、長峰さん。
尺が2人とか3人だから、まだそれが尺半だったんですよ。コロナがあったから会う人間だ。コロナは完全に経験だよ。そう、感想映画が特に全くないもん。半分ぐらい、約半分、半数以上の方がジョーカーあったようです。はい、で、半数以上の人がジョーカーなかったようなんで、はい、よろしくお願いいたします。それでは、参ります。第9回ブローダムチャレンジカップヘラ第1位発表。ジャガ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 、 45.1cm を釣られました藤沢康弘さん、おめでとうございます。インタビューは、はい、はい、どうぞ前の方出てきてください。はい、じゃあ1分間ほど時間あげますんで語ってください。はい、ポイントはまあ富士運も悪く出発だいぶ早い方になったんですけど、まあ空いてるとこで入ったらたまたま釣れたいう形です。サオは17尺です。はい、仕掛けを教えてください。ミキード2班のハリス 1.5 で、サイトの15号エサ両マッシュです。両マッシュ、かっこいい。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。 14.0 西井さん、室尾町友会より西井さんでございます。はい、西井さんも一言なんか語りますか。はい、人出たしとか言われてます。今月もいただきです。はい、おめでとうございます。はい、続きまして第3位 42.4cm 井川さん。はい、井川さんもじゃあ一言、僕入りたかったポイントに入りはった井川さん一言どうぞ。どこよそれは。はい、ポイント遅かったから26番の右側の下のワンコです。横っ腹よ。折りのしんどかったですけど、まあ、棚もなんか初めはずっと2ボールぐらい1本半で打ったんで当たらなくて2本ちょいでやっと来たような感じです。しんどかったです。はい、以上。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ笑って笑ってこの間なかったのに。はい、皆さんよろしくお願いいたします。そうですね、この全員の箱は毎年そうなんですけれども、放流資金に、全部放流資金に活用させていただきますので、皆さん今日釣れた魚もしっかりとこの放流資金のおかげでございます。皆様の全員の箱のおかげでこうやって1位、2位、3位の方が誕生いたしました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。はいはい、じゃあ意見でも何でもよろしいです。男を見ました。その後佐藤潤さんがどう出るか。はい、これ削り出しのお膳ですね。でなんかアルティファイト加工って言ってるやつで、先っちょが加工式、可動式になってるんで、これ売り値で言うと2万5千円前後するものです。で次がバニーウォークさんのヘラ釣り専用サングラス。はい、辞退されますか。辞退ですか。おめでとうございます。はい、次パーでいきます。最初はグー、じゃんけんほい、チョキの。はい、じゃあ次はグーでいきます。最初はグー、じゃんけんほい、あーチョキの人、さすがすごい。はい、おめでとうございます。はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。
はい、以上が表彰の方になりました。たくさんの、協賛者の方、そして参加者の方のおかげで、景品の方豪華になりました。ありがとうございました。こういうふうにですね、釣り人が集まれば必ず、まあ、ゴミの回収を行うと。釣り人の集う釣り場はゴミが一つもない、非常に綺麗な釣り場だっていうのを我々目指しておりますので、これも日頃からの皆さんのお力添えがないと実現できませんので、よろしくお願いいたします。行われましたバスオープンの時も大体60人ぐらい参加されてて、約33名の方がライフジャケット、バス釣りの方はされてました。でその分で言うたら、まだヘラ釣りに限ったらライフジャケットというのはちょっといまいちピンとこうへんし、なんでそんなせなあかんねんみたいなとこあるねんけど、実はやっぱヘラ釣りの方がやっぱり高齢化も進んでますし、僕はつけていくべきだと思っております。でこれを当たり前、もうライフジャケットつけてるのを当たり前にしていきたいなと思います。実際今年になってからも何件か水にはまったりして、実際その時もバス釣りのお兄さんがおって助けて大事に至らなかったという事故がございました。その時もその方だったら怖かったから、それ以降はライフジャケットつけておられます。実際ライフジャケットをつけてても亡くなることもあるかもしれないです。でも実際亡くなって、まあ、釣り人僕ら好きなことやって死ぬのはまあ言うたら勝手ですけれども、その後残された家族のためにも、実際これ浮かなかった沈んでしまったら3日間は消防団の方でタダで捜索してくれます。3日目以降になったら有料になります。見つかるまでは葬儀もあげられへんし保険も出ません。多大なる遺族の方にご迷惑がかかります。せめてもし何か万が一になったとしても浮いてあげたいじゃないですかね。みんな浮こうぜということで、本当にこの何年か先にはライフジャケットしてないのっていう時代をね、まずはこの室尾タムからやっていきたいと思いますんで、皆さんのご協力をお願いいたします。はい、じゃあ会長お願いします。参加者の皆様あっての大会ですので、また来年も開催したいと思います。で今回し、集めさせていただいた募金と、参加費の方はですね、経費除いた分は全て、放流式にして年内にしていきたいと思ってますんで、また放流の方、僕の YouTube なり、雑誌の方で、放流活動の報告の方させていただきたいと思いますんで、皆さんぜひよかったら見てください。本日暑い中ありがとうございました。